アーウィン・エム・ジェイコブスはアメリカ合衆国の電気工学者である。クアルコムの共同創業者、元会長であり、ソーク研究所の理事会議長である。ジェイコブスはマサチューセッツ州ニューベッドフォードのユダヤ人の家庭に生まれた。1956年にコーネル大学で電気工学の学士号を取得し、マサチューセッツ工科大学で電気工学。 計算機科学の修士号を1957年に、博士号を1959年に取得した。博士号の指導教員は、エドワード・アーサーズだった。1959年から1966年まで、マサチューセッツ工科大学で、電気工学の助教授、准教授、1966年から1972年まで、カリフォルニア大学サンディエゴ校で、コンピュータ科学、 工学の教授を務めた。1965年に、ジョン・ウーゼンクラフトとの教著で、プリンシプルズ・オブ・コミュニケーション、エンジニアリングという教科書を出版し、現在も使用されている。ユスシリは、彼と妻の名前にちなんで、ジェイコブス工学スクールを設置した。1968年、ジェイコブスは、アンドリュー・ビタビと共同で、リンカビットという会社を設立し、 衛星暗号化装置を開発した。この会社は1980年に m a コムと合併して m a コムリンカビットとなった。1985年、ジェイコブスはアンドリュー・ビタビラと共にクアルコムを共同設立した。クアルコムはアマニトラクスシステムを開発した。これは世界で最も技術的に高度な双方向。 移動体衛星通信及び追跡システムの一つとみなされている。彼はそれ以前の自分割り多元接続技術よりも効率的に通信帯域幅を使用するこれらのシステムを開拓した。クアルコムが開発した不合分割多元接続は GSM と共に北米の次世代携帯電話の企画に採用された。2009年3月3日、ジェイコブスが クアルコムの会長を退任し、公認にその息子のポール・イ・ジェイコブスが指名されたことが発表された。ジェイコブスは全米技術アカデミーの会員、IEE、e、のフェローである。また、シンクタンクインターアメリカンダイアログのメンバーである。総区研究所の議長、イスラエル工科大学の国際諮問委員会員、北京の聖火大学経済経営学院の諮問委員。 ロサンゼルスの太平洋国際政策評議会の理事も務めている。2014年、台湾の国立聖火大学の名誉、工学博士号授与式にて1954年、ジェイコブスはニューヨーク市出身の栄養士であり、コーネル大学の卒業生のジョーン・クラインと結婚した。彼らはカリフォルニア州ラホヤに在住し、4人の息子がいる。三男のポール・ E ・ジェイコブスは、 2009年3月3日にアーウィンの後を継いでクアルコムの CEO に就任し2014年3月4日に退任した。4男のジェフ・ジェイコブスはクアルコムの最高マーケティング責任者を務めていた。次男のハル・ジェイコブスはミュージカルジャージー・ボーイズの共同プロデューサーを務めている。長男のゲイリー・イジェイコブスは私立高校を設立し理事長を務めている。趣味は 芸術、読書、ジョギング、家族での外出などである。ありがとうございます。